パラスティカの豆だと沢出です。雑談おひさ雑談なのでは。確かにそうだね。意外とね、2人でこうやってベラベラ喋るの久々なんですけれども、うん、スターバックスのフルーツオレ、これ美味しそうだったね。フルーツラテだっけ。ラテかな。ラテか。やだー、そうキュートじゃん。美味しそう。こちら飲みながら、雑談していきたいと思います。はーい、サムネ撮ります。はーい決してここから動こうとしないから買った、このストロー、紙なのにもうすんごいしっかりタイプ、すっごいね。トイレットペーパーの芯ぐらいあります。あるある。いただきます。はーい。うん、美味しい。え、これナンバーワンじゃない。え、正直ここ最近で飲んだフラペチーノの中で一番美味しいと思う。だよね。うん、はい、ナンバーワンフルーツの味が強め。うんうん、美味しいミックスジュースあんじゃん、それのフラペチーノバージョンって感じだよね。ね、スタバってさ、その新作に合わせて、うん、グラスとかも新しいの出るじゃん。出る。なんかね、今回はその、うん、牛乳瓶みたいなグラス出てて、出てた、すごく良かったよね。ね、なんかほんとこれの元になってるやつのデザインでさ、そう、毎年さ、うん、春になると出るじゃん、なんかピンクの桜のタンブラーとか。はい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 、あれも可愛いよね。なんか、うん、こっぱずかしくて、うん、実際に使えないんだよね、タンブラーとか。あ、わかる。これにお願いしますって言えばいいってこと。なんかもしかしたら呪文っていうか言わなきゃいけない文言があるのかもしれないカップインでみたいなさ、なんかわかる英語の何かさ、象印とかの水筒でもいいってことだよね、おそらく。いいんだよ、きっと。そうだよね。うん、私昔、うん、チェーンの某有名、うん、ドがつくコーヒーショップで働いてた時、はい、普通にタンブラーで持ってきてる人いたもん。あ、私物の。私物の、それに何か入れてくださいみたいな。ドーマル通るね。ドーマル通る。新しい美味しい飲み方見つけて。何？教えて。うちらホワイトモカ好きじゃん。うん。で、ホワイトモカのまんま飲むのも美味しいんだけど、うん、まずホワイトモカのミルクをアーモンドミルクに変えます、うん、わあ、もう美味しそうだもん。そう、この時点でも美味しいのよ。アーモンドミルク美味しいよね。美味しい、好きでしょ、うん、好き。甘さ控えめにすると、うん、よりそのアーモンドの香りが引き立つから、うん、控えめがおすすめ。あー、分かった。カフェイン飲むとなんか寝れなくなっちゃう時あるから、うん、カフェインレス、はいはい、なんとかとかに、うん、してもらって完成あんた、そう、なんとかかんとかが重要なのよカフェインレスでって言っていいの。言っていいよ。言っていいの。確かね、レスでいけたはず。なんて言うんだっけ、ほら、デカフェ。デカフェ、デカフェ、デカフェか。そうそうそう。あー、よかった、よかった。そうだそうだ、うん、デカフェでって言って、うんうん、アーモンドミルク確かに美味しいよね。そう、でもただし課金です。うん、500円か100円ぐらい。アーモンドミルクは500円か500円じゃないか50だろ、50 私あんまイライラしないんだけど、うん、怒ったりしないのよ、人に。しないよね。しないんだけど、うん、この間すごい怒ったことがあったの。雑居ビルみたいなの上の階に用があったのよ。うん、で、なんかそこのね、雑居ビルが、うん、まあ、病院が入ってるんだけど、その上の階に、うん、他のフロアがいろんなカードショップとかこうゲーム関連のものとかが入ってる、うんうん、ビルだったのね、うん、ちっちゃいビルなんだけど、うん、でエレベーターがね、すっごいちっちゃいの。あー、雑居ビルあるあるじゃない。だけど人はめっちゃ行き来すんのよ。なるほどね、そのカードショップにね。そう、だから基本的にエレベーターがなかなか来ないの。うんうん。夕方ぐらいで人がいっぱいいる時間だったのよ。うん。バーって行ってそこに並んでたっていうかさ、こうふわって広がりながらちょっと道の邪魔にならないに待ってたのよ、みんなで。うんうん。で、なんか前にいた男の子っていうか、多分高校生か大学生ぐらいの男の子なんだけど、うん、もう人がいすぎて、だけども早くカードショップに行きたくて、うん、ちょっとソワソワしてたの。うんうん、だけどさ、エレベーターもこうやって人がほんと5人ぐらいずつしか乗れないから、うん、なかなか自分たちの順番が回ってこないわけよ。あー、なるほど。でそれに彼は結構イライラしてたの、前にいた子が、うん、2,3 ターン目でようやく乗れるって感じで、うん、結構待っちゃうね。そう、結構待ってたのよ、うん、私ももう時間結構予約、うん、もう 2,3 ターン待ったからギリギリになっちゃって、うん、乗りたかったのよ、私も、うん、こうやって一緒にエレベーター入っていこうとしたらさ、うん、
そこのエレベーターがピッて押すとすぐバンって閉まるタイプのあるじゃん。それも雑居ビルあるだろ。そうそう、バンって閉まるんだよね。前に行った男の子がバーって入ってたのにギューって、うん、でその前に私入ろうかなと思うのはちょっと隙間空いてたから、はいはい、うん、乗りそうだったんだ。そう、店員オーバーじゃなかったんだよまだ、うん、こうやって行こうとしたらさ、うん、こうやって押されてこうやってバンってなってさ、でしょ、足がバンって挟まったのよ。うわで、わーって思ってびっくりしてさ、うん、で足片方挟まったから引いたのびっくりして、うん、じゃあそのまままたバンってしまってスーって行っちゃったの。豆田さんを乗せずに乗せずに行っちゃったの。それは怒っていいよ。怒っていいよね、うん、それはね、もうね、あの、うん、カードショップに行ってね、おいさっきのエレベーター閉めたやつ出てこいよ言うべきだよ。それは言ってもいいぐらいよね。わかるよ、その苛立ちの気持ち。わかる、わかる。その子も早く行かないと買えないものとかあったのかもしれない、うん、そうなの、そうなの。もうそれにね、久々にね、まあこらーとかは言ってないけどうわーって思っちゃったよね。一人でこいちゃったもん、もう挟まれた後こうやって雑居ビルで、雑居ビルの後ろに人いっぱいのにこうやってあのエレベーター改良してほしいよね。ガーン、ドゥルルルルルみたいなさ、バンピアン、バーンみたいなやつでしょ。私たちがさ、昔使ってた会議室もさ、もうすぐバーンってさ。それで豆田さん、ね、1階に着いた時、暗がりの中におばさん立ってて、うわぁびっくりしたと言っちゃったんだから。そこに住んでるおばさんが、エレベーター乗るために立てただけなのに、うわびっくりしたとか言って、めちゃくちゃ失礼。マジで失礼。全然ディスじゃないんだけどさ、うん、なんか一時期さ、あの、エグザイルのさ、うん、ガチャバズってたの知ってる？なんか豆田さんに見してもらったわ。うん、あんたに見したっけ？の、うん、壮大なやつでしょ？そう、宇宙からこうって、スッていくやつ。何あれ、音ゲー？多分そういうなんか音ゲー系なのかな。面白そうだよね。うん、ちょっとやりたい。あの、昨日、これまたちょっと話それちゃうけど、うん、なんかうちのトイレ、実家のトイレ、うん、この間トイレ入ってパッて横見たら、うん、エグザイルアメージングツアーっていう黒と金のタオルかかって、突然うちエグザイル好きな人いたんだって思って、うん、え、これ誰のって言ったら、妹が、うん、あ、私のみたいな。え、エグザイルのライブ行ったんだみたいなこと言ったら、うん、あ、なんか、その友達に誘われて行ったみたいなこと言って、今うちにギラッギラのタオルかかってる。お前さんの妹ちゃんさ、アイドル好きじゃん。うん、好きだね。ジャニーズとかも好きなんでしょ？そう、この間も言ってたよ、なんか。あ、ハイハイ？ハイハイ、そう、ハイハイ。うんうん。そうね、ハイハイとかさ、なんだよ、割と正統派、ザ・ジャニーズみたいな、キラキラ系の。うんうん、だからさ、そういうの好きな子がさ、ライライラジさんとか言っちゃったらさ、ギャップすごいだろうね。びっくりしたって言ってたもん。え、ほんと？結構やっぱりその嫌な意味じゃなくって、やっぱルールとかもやっぱ違うじゃん。うん、うん、うんうん。結構こういう感じじゃなくてさ、うん、今わかんないけど結構こういう感じだからさ、うん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 、なんか雰囲気が違くて、それはそれで楽しかったって言ってたけど、ケツメイシのライブ一緒に行ったことあったじゃん。はいはいはい。あの時も結構なんか、うん、うちらだけ場違いぐらいの感じだったもんね。みんななんか海の男と女みたいな感じでさ、ライブ前にみんなお酒いっぱい飲んでるから、うん、その会場の周りのゴミ箱がもう氷結だらけだ。そうそう。うわーって氷結の山みたいな。8年とか7年前の話だけど、全然 YouTube やる前だもんね。そうそう。でも楽しかったな。楽しかったね。説明しも TRF さんのライブとかないのかな。いや、ありそうだよね。行きたいね。 DJ KOO さんがね、うん、毎週 TikTok で日曜日かな、うん、ライブしてるんだけど、うん、リクエストいただいたものを流すっていう、めっちゃいい配信してるね。めっちゃマジでね、うん、楽しいからマジ見てほしいんだけどいい曲あんのよね、TRF は。いや、行きたいな。 TRS さんのライブはちょっと、 TRS さん、 F ね、 F ね、 TRS って言ってなかった今TRS って言ってた。豆田さんとジャニーズのライブ行ってみたいっていうのもあるんだけど、私も行ってみたい。うちわとかを買いたい、うん、あー確かに、顔の写真の、顔の写真の、そう、うちわも作る今度顔写真の作るか、グッズで。それあったらだってイベントの時持ってこれるしね。うんうん。だってディズニーだって出してたよ、ジャンボうちわ。ミッキーとかの、ミッキーの実写
実写ジャンボうちわ？ジャンボうちわ。え、でもあれでしょ、バンしてとかじゃんけんとかもないよね。こういうジェスチャーダメだろうな、ディズニーは。アウトだろうな、こういうのは。いや、ちょっと行きたい。あの、ラファエルくんじゃない。誰だっけ、あの、ラウール。そう、ラウールくん。ラウールくんがいるところはスノーマンか、うん、そうそうだそうだ、はあ、おひとしきり笑ったわ。おひとしきり笑いました。今日一番はラファエルくんだな。ラウールくんって言おうとしたらラファエルくんって言っちゃったことかな。ラウールくんね。ラウール彼はラウールくんだ。彼ラウールです。私たちブラックピンクとか来ちゃったら、うん、多分キルディスライム踊れるもんね。バズか。結構これぐらいね。そう、大砲じゃないから、肩に担いだ大砲ではない。4月も、うん、よろしくお願いします。お願いします。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。